いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけてゴール。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけない。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのこの辺りには見当たらねえな。他のやこの辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし。よし、行こう。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパ。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、よし、行くぞ。道がねえ、ルフィ、反対側だ。よし、行くぞ。よっ。はっ。おっとっと、おっとっと。はっ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。お前たちの相手は俺だ。よく覚えとけ、コックに逆らうと。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。おっとっと、はっ、うわ、まだ来るの。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。ジョッパー、いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。ウソップが立つ。ウソップ待ってろ、今行く。俺が必ず助ける。どけ。
動けねえ。俺の仲間に何するんだ。行くぞ。アームポイント黒点クロス。一人残らず下ろしてやる。かかってこい。バースコート。いてえよ。まだだ。俺はまだ倒れないぞ。アームポイント。黒点。なんだよ。に危ねえ。食われるところだった。あ、こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる。間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさーん、今あなたのナイトが行くからね。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。よっ。はっ。
見えてきたの。いやー、私を食べても美味しくないわよ。おっとっと、ナミがいたぞ。ルフィ、ナミさんに手出しやがったら下ろす。なんだ、どけ猿。アラン、こっちにも。ハサミ打ちか。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。大丈夫よ。ドスフルール。グロップ。俺は逃げねえ。戦うって決めたんだ。させてもらうわ。豪華じゃ。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。俺に任せろ。で決めてやる。ちょっと痛いよ。わっ、よっしゃ、ここまで腕が上がるとは。マリモのやつには負けぬ。悪くないわね。仲間のために強くなるのも。怪物と呼ばれようと。よーし、変態完了。
おう、ルフィ、みんなも一緒か。ああ、あとは無理。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。そこりゃ、今すぐナミさんから。ナミの回復が優先。ありがとう、助かるわ。おい、お前、降ろしちまうぞ。支援フルール、デルフィニウム。あれ？シシ。やだこの野郎。こいつ、強えな。なかなかやるわよ。任せて。こんな。いけんじゃねえか。ほった。マナーがなってねえの。こいつ強えな。まずいわね、こいつ強いわ。今行く。効かねえな。
手強いわね。みんな気をつけて。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルール、クロトラマード、ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。サンダーボルト、テンポ！いけるか？ゴムゴムのジェットウィン！手ごわいわね。みんな気をつけて。これでどう？ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、クソジジイの蹴りに近づいたか。ここまで腕が上がるとは自分でも。今週の俺はスーパー強えぞ。ナミさん、無事でよかった。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうしたフランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ここにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。